こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。イベント編です。目は音もありますが、今回は一応だけどお礼を言っておくわね。このツインクルサマーゲームをプレイいたします。私の気のせいだったらすまないが、かなり危ない場面があったよね。そうだったっけ。日和にあの時のことを思い出させてあげて。あの時は前を歩いていた日和ちゃんが捨の罠で転びかけて、それからうわー、ごめんなさい、忘れてないから許してよ、レイさん。本当はすっごくすっごく大変でした。まったく。でもピンチから抜け出すのは確かに楽だったよ。キズ君が日和ちゃんを強化してくれたから、私とレイちゃんが周りを警戒するだけでよかったよね。そうそう、そこからはもう一気にゾッカーンって大逆転できたもんね。安全な私たちが遅れを取ることはないさ。だよねだよね、悪いよければ全部オッケーでいいよね。日和、彼がいなかったら危なかったんだ。いつもああうまくいくとは思わないこと、いい？あ、そっか、うん、気をつけるね。今日は岸君も一緒だったから、なんだか楽しくなっちゃって。それを岸君言うのか。浮かれていたというわけだね。ならしょうがない、私もこれ以上言わないでおくよ。本当に？よかった。あれ？じゃあレイさんも。私も罠に気づけなかったから、みんな同じで浮かれちゃってたみたい。岸君も？みんなそうだったんだ。やっぱり楽しかったよね。ああ、またこうして冒険に出られてよかった。今度は罠がなさそうな依頼の時に声をかけるよ。レイさん、やっぱり怒ってるよ。レイちゃん、日和ちゃんをからかわないであげて。ああ、この辺りにしておくよ。それじゃあ管理協会への報告を済ませて昼食にするとしようか。もうレイさんの意地悪。岸君、レイさんに何とか言ってよ。言わない。ごちそうさまでした。またお越しください。そうだ、お客さん、こちらのチケットをどうぞ。あの男の人に渡せば一回抽選できますので。抽選？いかがですか。チケットをお持ちであればどなたにでもチャンスがあります。ここにある抽選機をガラガラ回すだけですよ。ありがとう、使わせてもらうよ。なんだろう、人を当てたらお皿がもらえるとかかな。それならちょうど一枚割れちゃったし、当たってほしいな。すみません、さっきお店でチケットをもらったんですけど、何の抽選なんですか？現在こちらでは南の島で行われるビーチゲーム大会への招待券の抽選を行っております。ビーチゲーム大会？はい、浜辺を舞台として行われる様々なゲームに
4人1組のチームで挑んでいただきます。当選された方々は漏れなく大会への参加が可能となります。この大会は毎年夏になると行われるものでして、参加者の皆様には南の島までご旅行いただき、大会中は島に用意したリゾート施設にご宿泊いただきます。大会で結果を残せずともお帰りになられるまでは島でバカンスをお楽しみいただけますよ。ゲームだけじゃなくてバカンスまでついてくるんですか？ゲームってどんなことするんですか？毎年異なる内容になっておりますので、今年どのようなゲームを行うかは私にも分かりかねますが、かつてはビーチベースボールでのホームラン競争やビーチサッカー、他には暑い砂浜の上で知力を競うビーチクイズへの挑戦などが行われてきました。なかなかに挑戦しがいのありそうな内容だね。いかがでしょう皆様、抽選をご希望されますか？はいはい、希望します。みんなでゲームに興じるのも面白そうだし、旅行か、たまにはゆっくりと羽を伸ばすのも悪くない。みんなで南の島に旅行、いいな。それでは代表の方がこちらの抽選機を回してください。チャンスは1回きりですのでご注意ください。1回だけ？これ本当に私が回していいの？私はこういうの自信がなくて。よろしくね、ひよりちゃん。運が絡むものなんだ、外したって責めはしないさ。みんな、わかった、私に任せて。ひより行きます。招待権獲得です。本当に？やった、やったよ、レイさん、ユイちゃん、キシ君。すごいよ、ひよりちゃん、すごいすごい。まったく大したものだ。やはりこういった大一番には強いな、ひよりは。何言ってるのさ、キシ君も私たちと一緒に行くんだよ。それではエントリーの手続きをさせていただきますので、まずはこちらの用紙にチーム名とお名前をご記入ください。チーム名はチームトゥインクルっと。これで？チームトゥインクルの皆様ですね。それでは続いて皆様が愛するものについて参加用紙にご記入をお願いいたします。愛するものって何ですか？本大会は参加者の皆様に心の底から競い合っていただくために、優勝商品としてその愛にまつわるものが用意されます。そうか、それなら私たちが好きなものを書けばいいんだね。ものじゃなくて愛するものだからちょっと違うんじゃないかな。愛するもの、なんでもないよ。ああ気にしないで。二人とも何か思い浮かんでるなら書いちゃって。私全然思い浮かばないや。白紙で提出される方々もいらっしゃいますので、ご安心ください。
島へ向かう船に乗船される前までに支配人にお伝えくださいませ。こちらからの説明は以上となりますが、何か質問はございますか？私は大丈夫です。イエちゃんとレイさんは？私も特に質問はないかな。乗船までに望むものを何か考えなければいけないけど。そうだね、私もそれ以外は大丈夫。ありがとうございます。それではこちらパンフレットと参加券です。当日も忘れずにお持ちください。はい、ありがとうございます。皆様のご健闘を心より祈っております。南の島か、楽しみだね。何か持っていくものってあるのかな。さっきもらったパンフレットに書いてあるかな。ご飯とかは全部用意してもらえるみたい。特に何もいらない。あ、ゆい、どうしたの？あのね、二人にお願いがあるんだけど。何何？何のお願い？それなら私も買いに行きたいな。私もだ。今持っているのはかなり前に買ったものだし、その二人に選ぶのを手伝ってもらえるとありがたい。ケシカ、実はね。すまない、実は急用を思い出してしまったんだ。岸くん、今日は来てくれてありがとう。またね。押さないでよ、レイさん、ユイちゃん。岸くん、水着忘れないで持ってきてね。タイトルバック、とりあえずはまずはキシカ、キシカ、行けるとこまでってひとまず行ってみましょう。あれ？これノーマルだよな。張り切っていきましょう。ここまでは順調。
したいよ。未来を見せてやる。一応8まで行ってますね。
イベントストーリーです。ご到着されてまして、皆様が最後のチームとなっております。申し遅れました。私、皆様にお越しいただく南の島と大会の支配人でございます。
どうぞ以後お見知りおきよ。ああよろしく。これが参加券だ。ありがとうございます。チームトゥインクルの皆様ですね。まもなく出航となりますのでご準備をお願いいたします。お、マリン出航。リボンが可愛い。どうやら気を揉みすぎたみたいだね。レイちゃんが心配になっちゃうのはしょうがないよ。みんなで一緒に準備してるのは私も楽しかったから。あの時間が無駄になってしまうのかと思うとついね。この話は終わりだ。船に乗るとしようか。顔が怖い。レイさん、ユイちゃん、ここにいる人たちみんな大会に参加するんだって。まだ乗っちゃダメなのかな。準備が終わってないんじゃない。想像以上の数だね。これほど多くの相手と何を競うことになるのか。ドキドキするね、レイちゃん。おやおや、そこにオオワシは。なんだよ。どうしたニノ、知り合いか。なんだ、気候ではないか。そちらも大会に参加するのか。君たちは敵。ツインクル医師のみんな久しぶりだな。あの時以来だ。ねえ、あんたじゃない。どうしてここに。おや、サレンじゃないか。久しぶりだね。レイさん、珍しいこともあるのね。レイさんがこういうところに顔を出すなんて。君こそ社交界で見かけないのはお互い様じゃないか。私はギルドの仲間や彼と一緒に参加するんだが、君がモニカの助っ人なのか。助っ人というよりは目的が一致したから協力してるって感じね。レイさん、レイさん、その人ってレイさんのお友達。ひょっとして貴族のお方って呼び方でいいのかな。ああ、彼女は友達というか顔見知りってところが妥当じゃないかしら。サレンよ、どうぞよろしく。よろしくね、サレンさん。私は日和です。レイさんとは同じギルドの仲間なんです。そちらの方もそうなのかしら。はい、ユイです。どうぞお見知りおきを。綺麗な人。レイちゃんもそうだけど、身だしなみが整ってるし憧れちゃうな。こちらこそ。でもそんなにかしこまらないでいいわよ。元は庶民の名ばかり貴族だから。おお、サレン発見。やっぱ貴族のお嬢は目立つから楽でいいわ。
こんだけ人いるとモニカとか速攻見失って困るんだよね。あの頃ストリッツ、うちのユニ先輩に勝るとも劣らないわ。あれ、あんたもいいんじゃん。え、何してんの。もしか大会出るとか言わんよね。あ、マジで、あんた友達いんの。チームメンどこよ。はいはい、私たちが岸君と一緒のチームです。こんにちは。元気な若者来たな。おい、テレジョ2年のクロエです。チェルン。クロエさん、よろしくね。岸君と仲良しさんなら私とも仲良くしてくれたら嬉しいな。え、いや、うちら別に仲良しっつうか、仲良し的な部活ではあるけど、ま、語学友的なあれよ。あ、そっちは何？どういうあれなの？ご関係っていうか。彼と私たちは一緒に冒険する仲間だ。君とは初めましてだよね、レイダ。イオリです。よろしくお願いします。イオリです。よろしくね。ザレンとクロエはそれぞれ異なるギルドからチームに参加してもらっているんだ。二人とも改めて今日はよろしく頼むぞ。私もチームの一員として粉骨最新所持するです。皆さん、先生どうぞお願いします。いた。おい、こら、そこのお前、何いきなりぶつかってきてやがるですか。あ、謝りやがるです。このボケカス。どうしたすか、祈りさん。ダメっすよ、喧嘩なんて売っちゃ。あら、祈りだよ、怪我でもした？焦るなよ、ゲームは始まったばかりだぜ。ナナカさん、まだゲームは始まってないんじゃ。なんだ、お兄さんじゃねえですか。まさかこの大会に出るつもりで嫌がるです？なめんじゃねえですよ。勝つのは私たちに決まってるです。君、彼女たちも君とゆかりのある人たちなのかな。だとしたら挨拶を。弟くん、やっぱり弟くんだ。お姉ちゃんの勘に間違いはなかったね。どうかな、エリコちゃん、これで信じてくれる気になった？姉の勘、厄介極まりませんわね。ですが、あなた様の気配であれば私も察するなどたやすいことですわ。クスクス。いいな、羨ましいです。先輩が近くにいると気づけるなんて。私は目で追うのが精一杯だから。精一杯ストーキングしてるって意味だよな、今の。ほどほどにしとけよ、歩み。まことちゃん、よい、お前たちも大会に参加すんのか。じゃあ今回はライバルだな。お互い頑張ろうぜ。私たちもそうだけど、ここにいる人たちみんな岸くんと仲がいいんだ。あ、すごいな。ああ、思わず気をされてしまったよ。なんかヤバそうなのまで集まってきたです。特にあの魔族と、どっかのクソババアみたいな髪色の女。近寄ったらダメな気配がこっちまで漂ってきやがるです。どの子がどっかのクソババアみたいなのかな。やい、ボボボボボソース。はあ、ほんまれの言った通りじゃな。確かにあやつがここにおるではないか。さすがはドラゴンズネストのギルドマスター。噂にたがわぬ目の持ち主だ。こいつは驚いた。随分と便利じゃないか。
であんたに会うとはね。およよルカネ、ちょっと出かけるって言ってたの、大会に出るからだったんだ。ジュンさん、休暇っててっきりキャンプに行ったんだと思ってたっす。イリアさんが敵？私ちょっと気分が。うちのチームメンバーに急なデバフが。気合入れてこうよみんな。ひよってるやついる？いねえよな。そうです、日頃溜まってるギルドマスターへの鬱憤を晴らすチャンスですよ。今こそ下克上です。あちらの方々も君の知り合いなの？前から分かってはいたことだが、騎士くんってこんなにたくさんの人と仲良くなれるんだね。そうじゃない、そうじゃないはずだ。日和、本当にいろんな人たちが参加するみたい。私たちも頑張ろうね。ああ、参加するからには必ず優勝しよう。皆様、お待たせいたしました。出航の前に支配人より挨拶の言葉がございます。お集まりの皆様、ただいまより大会の開催地である南の島へと運営が所有する船舶にて皆様をお連れいたします。ですが、その前に参加用紙に愛するものをご記入いただいていない方には愛するものについて語っていただきます。ご記入いただいていないのは、はいはい、私たちチームナイジョの子の愛はズバリ弟くんへのラブ、そのためだけに結成されたチームです。騎士くんへの、彼へのラブ？じゃあ、マコトちゃんも。違う！私は別にあいつへのラブなんて。マコトちゃんは弟くんラブ勢じゃないの？エリコちゃんから聞いた話と違うよ。たまたま会った歩みがエリコに連れて行かれるのを止めようとしたら、ここまで来る羽目になっただけだよ。ユイ、違うからな！チームだっていつの間にか勝手に組まれてただけだからな。そっか、大変だったね。マコトさん、私のために協力するって言ってもらえたの嬉しかったです。ありがとうございます。いや別にいいって。ほっといたらこいつらが何しでかすか本気でわかんねえからな。弟くんへの愛のため、お姉ちゃんはたとえ火の中水の中猿の塔でも南の島でも頑張っちゃうんだから。あの方への愛の証明を妨げる虫けらども、私が必ず重滅いたしますわ。グスグス。あゆみちゃんたちのチームすっごく強そう。盛り上がっているところ大変申し訳ないのですが、チーム内助の校の用紙にははっきりと大きく書かれていたので、別に宣言していただく必要もなかったのですが。せっかく弟くんがいるんだから宣言したいよ。そうですか。しかし熱烈な愛は大歓迎です。とはいえ、本当に確認しなければいけないのは、チームトゥインクルの皆様だけのようですね。私たちですか？そういえば、まだ決められないままだった。どう答えたら。考えなかったわけではない、ないのだが。愛するもの、そう言えちゃうくらい
決まりではない？無事に完了しました。どうぞ先に乗船なさってください。ご苦労様です。あら、あなたは初めて会いますね。ああ、これまでは本土で運営のサポートをしておりました。今回初めて島に同行させていただきます。そうですか、あとは任せます。乗船手続きしっかりとやり遂げてくださいね。はい。ケシ君、どうしたの？じゃあ私たちもこっちに乗ろっか。レイさんとユイちゃんもいいよね？もちろんだ。ひょっとしたら大会や島について彼女から聞ける話があるかもしれない。それにケシ君、あの支配人さんが気になってたみたい。そうだよね、キシ君。そうなんだ。じゃあ、せっかくだし、お姉ちゃんも弟君と一緒の船に乗っちゃおうっと。そのじゃあとせっかくはどこにかかってんだよ。悪いな、ユイ。仲間と一緒のとこを邪魔しちまって。気にしないで、マコトちゃん。旅をするなら、みんな一緒の方が楽しいよ。私は歓迎するよ。日和もいいだろ？うん、競い合うのは島に着いてからだもんね。うむ、わらわたちはチーム大人のお姉さんズとして参加してある。一緒に釣りをすること使う道具が欲しくてね。まさかこんな大掛かりな大会だとは思わなかったけど、わらわの
最高の釣り道具を欲しておったのじゃ。海に眠る秘宝とやらを釣り上げて欲しくてな。私はね、仲のいい子が釣ってるところを見ていたいから、彼が使う釣り道具をプレゼントしたいなって思ってます。ご覧の通り、寄せ集めのメンツだが、不思議なことに目的は一致してるんだ。で、ナナカの目的はあれかい？魔導。よくぞ聞いてくれました。我々チームオタクは、その名の通りオタク愛。ゲームやアイドル、おのおのが情熱を捧げる対象への愛ですぞ。私たちが勝ったら、オタクグッズ一生分よこしやがりです。私はゲームが好きで、いろんなゲームを遊びたいなって。自分もヒーローグッズが欲しいっす。それも本物そっくりの技が出るやつっす。そうかい、楽しそうで何よりだよ。モニカちゃんたちは何のために参加してるの？私たちはチームスウィーツとして、お使いしている諸君に最高の味がするお菓子を献上します。将軍お菓子？実際は省くが、そういうことだ。サレンもそうなのかな。ええ、救護員のみんなと食べる美味しいお菓子よってね。クロエさんも同じなのよね。まあ、うちの弟ら菓子とか普通に喜ぶし、別にサレンみたいな慈愛の精神的なあれでもないけど。てかママサレン、さすがだわ。至高母だわ。噂にたがわぬ母っぷりだわ。やはりこの大会で証明して差し上げないといけません。どうしたの、エリコ様？私には分かります。あのお方の周囲から確かに感じますわ。あのお方への愛情をめいたものを。あいつへの愛？ユイがそうだってのは分かってたけど、レイとヒヨリもそうなのか？ユイちゃんはともかくって感じかな。ところで、誰が相手であっても不純異性交友なんてお姉ちゃんはまだ認めないよ、弟くん。お前だってその対象だろうが。姉妹言い張ってたらマジで姉になれるとでも思ってんのか、こいつは。やっぱやべえやつだな。何を証明するために頑張るかは人それぞれだよ。せっかくだし、私も彼への愛を証明しちゃおっかな。へっ、その誉さんはあいつのことをそういう目で見てるんですか？そうだよ、愛情たっぷりな眼差し送っちゃってます。そうなんですか。聞き捨てなりませんわね、今の話。今ここで海の木図に。待ちな、エリコ。ここで追っ始めたら、私たちみんな泳がされる羽目になっちまうだろう。おっかねえです、この船。エンピス島に行く方がまだ楽だったですよ。あゆあゆ、大丈夫ですか？大丈夫じゃないと思う。エリコさんたちのプレッシャーで気分が悪くなってきちゃった。あゆみさん、船酔いっすか？それなら、ここに薬があるっすよ。そうじゃないですよ、このバカ祭り。もう、せっかくのバカンスが台無しですよ。何かあったのか？助けに行こう。
私が支配人に船を寄せるよう伝えてこよう。自分も行くっす。おめでとうございます。皆様は第一ゲームをクリアなさいました。第一ゲーム、どちらの船に乗るか、その選択こそが実は最初のゲームだったのです。出航前に申し上げた通り、すでに大会は始まっています。じゃあ、あの煙は？日和の言う通りです。どう見てもあっちの船が燃えちまってるですよ。皆様、どうかご安心ください。あちらの船は実際に燃えているわけではありません。魔法による演出でございます。演出って本当に？甲板やへさきに魔法具を仕込んでたんだね。煙と音が出る仕組みになってて、あっちの船にいるスタッフが発動させたみたい。その通りでございます。なお、あちらの船に乗ったチームの方々は次からのゲームには参加できませんが、島でのバカンスについてはお楽しみいただけます。そうか、ならよかった。大会相当に手が込んでいるんだな。最初のゲームに見事勝利した皆様、次のゲームもどうぞお楽しみに。びっくりした。何事もなくてよかったね。ゲームがもう始まってたんだね。なんかワクワクしてきちゃった。面白い思考じゃないか。最初に勝てたのは君が支配人に気づいてくれたおかげだね。さすが騎士君。よし、みんなで次のゲームも頑張っていこう。今年も始まりましたな。あちらの船に乗った参加者たちの表情、事実をまだ受け入れきれていないようですね。あの呆然とした顔、徐々に絶望に染まりつつありますね。それにしてもいきなりまず半数が脱落ですか。今年の第一ゲームも楽しませてくれますね。今年はどんなチームが勝ち残っていき敗れ去っていくのか楽しみで仕方ありませんな。まったくですな。愛ゆえに奮闘し、そして愛ゆえの争いに絶望する、その瞬間を今年も存分に楽しませてもらいましょうか。好き。着替えたらホテルの前に。
で一緒にビーチまで行こうと約束したのに、彼を見た途端走り出すんだから。いや、お待たせ。ん？ゆい、私が言うのもなんだけど、ここまで来たんだ。今さら恥ずかしがっても、もう逃げ場はないよ。でも経験上、こういう時は諦めが肝心だ。知ってる？
簡単に言うと、2つのチームがネット越しにボールを打ち合って相手の陣地に落として得点を得るゲームだ。ボールを持てるのは最初に打つサーブの時だけで、それ以外の時は手で打つと覚えておけばいい。とにかく自分たちの陣地にボールを落とさない。これだけ分かっていればあとはなんとかなる。レイさんと私は経験者みたいだね。ユイちゃんはバレエってやったことある？マコトちゃんたちと家の近くで遊んだことがあるから、なんとなくは分かってると思う。チームトゥインクルの代表者の方はくじを引きに来てください。おお、はい、今行きます。どんな人たちと対戦できるのか楽しみだね。次の試合はチームトゥインクル対チーム内助の子。どちらが勝利して次のゲームに進めるのでしょうか。よりにもよってあなたたちが相手か。クスクス、その顔面に全力でボールを叩きつけて差し上げますわ。状況だけど正々堂々戦おうぜ。よろしくな。まことちゃん、こちらこそよろしく。弟くん、お姉ちゃん、どんな手を使ってでも必ず弟くんを迎えに行くからね。あんたまでヤバい考えに染まるなっつーの。本当にこんなチームで勝てるのか。みんな楽しそうだね、岸くん。私たちもスポーツマンシップに乗っ取って頑張ろうね。お姉ちゃんも頑張るね、弟くん。ひよりちゃんたちにも負けないよ。弟くんへの愛を証明するのはお姉ちゃんたちなんだから。それでは試合開始です。最初のサーブ権はチームトゥインクルに与えられます。決めちゃえ。ネット越しにものすごい殺気が伝わってくるな。気迫で負けてなるものか。させないよ、マコトちゃん。よく拾った、エリコ。ヒヨリ、ユイ、ブロックだ。何も勝った。
みたい。どんまい二人とも次取り返そう。そうだね、気を取り直して挑もう。このまま一気に勝たせてもらうぜ。オレサマーウルフェンサーブ。あう、いったったった、重いしすっごく速い。いいよマコトちゃん、あゆみちゃんそっちに飛んでいったよ。あれ、おーいあゆみちゃん。後ろに隠れているのか。違うんです、ただ先輩の視界に入らないように隠れてるだけなんです。みんなここからは作戦通りに行くよ。作戦だと、私たちへの対策を講じてきているのか。死になさい。以外のボールはもう拾わなくていい。私たちが自分で何とかする。分かった。分かった。作戦がバレてしまいましたわ。ですが、今更無駄なこと。食らいなさい。これなら私が。ダメダメ。
ずい。集中が切れてるようじゃこのまま勝ちきれないぜ。はあ、そうだよね。お姉ちゃんたちここで弟くんたちを倒さなきゃ弟くんへの愛を証明できないもんね。はあ、申し訳ありません。あなた様、エリコは決してあなた様を傷つけたくはないのです。ですが今だけはあなた様に勝たねばなりませんわ。いいぜお前ら、その息だ。歩みも分かったか。はい、先輩のために頑張りますよ。こそこそしてる場合じゃないですよね。羨ましいな。アーも素直に好意を表せるのは、私たちを求めているのは彼女たちの彼への思いの力なのか。臆することなく気持ちを押し出す相手チームは好調で、うまく表に出せない我々はプレーにも乱れが生じている。それなら私も素直になってみよう。恥ずかしさがないとは言わない。でも今は彼のために気持ちを解き放つんだ。よし、やってみよう。チームトゥインクル、押し切ってしまうのか、チーム内緒の子。試合再開です。いくぜ、セット。君、ボールを打ち上げて。ありがとう。見事に決まった。タイム中に何があったのか、先ほどまで苦戦していたとは思えない見事な連携です。ナイスプレーだ。私たちが力を合わせれば必ず勝てる。どういうことですの。息を吹き返してきましたわ。やるね、レイちゃん。弟くん、ユイ、ヒヨリ、サーブを拾うのは彼に任せよう。彼なら相手チームの誰がサーブをすることになろうと、どこに打ってくるかある程度予測できるはずだ。彼にサーブを受け続けてもらえれば、相手チームのうち少なくとも2人は強力なサーブを打てなくなる。それって私と違って騎士君にはすごいサーブを当てたくないから。その通りだ。だが最後にはそれを逆手に取って決着をつける。みんな、今は私を信じてついてきてほしい。私はレイちゃんの言う通りにやってみたいな。私もレイさんを信じて頑張るよ。ありがとう、みんな。苦戦はここまでだ。一気に逆転しよう。そのままにマッチポイントを迎えたチームトゥインクル。チーム内緒の子は巻き返しなるか。あのお方を利用してこちらの戦意を削ぐなら、あそこにいる狡猾な女魔族打ち壊します。落ち着いてエリコちゃん、イライラしちゃうと相手の思うツボだよ。珍しく冷静だな。
その調子であっちの勢い止めるぞ。残念だが、これで決着だ。それ従ってくれたおかげだ。ありがとう。そんな、思いついてくれたレイちゃんのおかげだよ。いや、私ではなく彼女たちがヒントをくれたんだ。相手が彼女たちでなければ勝つのは難しかったかもしれない。それに誰より君の頑張りがあってこそだ。ありがとう。今のレイちゃん、なんだかいつもと雰囲気が違うような。気のせいじゃないよね。おー、皆様、今年も愛という名の欲望のための奮闘、楽しんでいただけていますでしょうか。まさかあの状況から逆転してしまうなんて。今回はこのチームに注目すべきですね。私もそう思っていました。スタッフ、映写魔法で彼らをよく映すようにしてください。承知しました。彼女たちの愛は仲間への愛でしたか。これはぜひとも最後まで勝ち残ってもらいたいものです。あの4人が絶望に打ちひしがれるところはさぞ完璧でしょうね。チームトゥインクル、確かに注目すべき存在かもしれませんね。デザートもあるのか。私も今のうちにいただいておこう。さすが諸君、その通りです。モニークさん、先ほどの言葉は甘いものを食べるための免罪符というものですね。何を言うニノ、訓練でそう教わったのだ。普通に私利私欲を満たすための方便ではないぞ。あれ、さっき
したもん出しな。おばちゃん怒んないから。ほら、つつけば出んのか。ほら、出せ出せ。こら、クロエ、私はハムスターではない。外にお菓子は帽子の中に。しまった。モニカさんたら、お菓子であんなにはしゃぐなんて、うちの子供たちみたいね。サレン、私は子供ではない。だが、子供じみた真似はやめておくとしよう。モニカちゃんたち、すっかり打ち解けてるね。旅は道連れ、世はなしゃけ。一緒に行動しているうちに、自然とお互いを信頼するようになるのも旅の醍醐味です。うむ、絆を深めた我々が負けることはない。たとえキコーラのチームと戦う時が来ようともな。私たちだって負けないよ。当然ですわ。このお方が膝をつくことなどありえません。キャー、もうダメだよ。エリコちゃん、いきなり背後から忍び寄ったから、ひよりちゃんがびっくりしちゃってるでしょ。え、私じゃないよ。しずるさん、何をおっしゃるのですか。私はどなたも驚かせていませんわ。え、じゃあさっきの悲鳴は誰みたいだな。お前ら誰をビビらせたのか知らねえけど、不用意に人を脅かすなよな。マジで、ほんとそれ名誉損なうとこだったわ。ごめんなさい。気をつけているつもりなんですけど。おやー、猫か。誰かが連れてきたのかな。可愛らしい悲鳴だったね。人懐っこそうな鳴き声だったから、お姉さんもその子と仲良くなりたいな。なんじゃお前、その猫に敗北を慰めてもらうつもりか。イリアちゃん、じゃなくてイリアさん、負けちゃったんですか。そうなのじゃ。そこの団長は鎧のせいでボールが荒の方へ飛んでいく上、竜の娘は球技が苦手ときた。面目ない、返す言葉もない。おまけにこちらの吸血鬼様がすっかり標的にされちまってね。あっさり敗退さ。慰めてくれるのかい。嬉しいじゃないか。お前さんたちの活躍応援してるよ。そうじゃな、すっかり暇になってしまったし、お虫たちの奮戦を魚に宴といくか。頑張ってくれ少年、君たちの頑張りを私も見届けさせてもらうよ。面白そうだし、賭場でも開いちゃおうかなって思ったけど、ここにいる人たちはみんな君のチームが勝つ方にかけちゃいそうだし、やめておくね。お待たせいたしました。まもなく次のゲームの開始時間です。勝ち残ったチームは集合してください。弟くん頑張ってね。お姉ちゃん、弟くんの近くでずっと見守ってるよ。あなた様を傷つけるようなものが現れた時は、私が人海にして差し上げますわ。クスクス。あ、あゆみだ。頑張るよ。やっぱり岸君ってすごいな。みんなが集まってくる。私も。うん。私たち3人もみんなと同じ。みんな岸君に惹かれて、いつも一緒にいたくなる。それをちゃんと自覚してるのは、3人の中だとまだ私だけみたい。
それはどうかな。お。豪華メンバーだな。早く行くさ。動けろ男、ダメだ。やってやるぜ。ただいまより第3ゲーム、ハイアンドローを始めます。愛があれば、うんぷてんぷなんて言葉も何のそのですよね。ルールは簡単。私が引いたトランプの数字が7より上か下か、どちらかを選ぶだけです。ただし魔法での投資はルール違反で失格となります。なお今回は規定回数のうち半分以上正解を言い当てられればゲームクリアとなります。対戦形式のゲームではありませんので、必ずしも敗者が出るとは限りません。説明は以上となります。皆様わかりましたか。はーい、簡単そうなゲームでよかったね。それゆえに技術や連携だけではうまくいかないゲームとも言える。そう考えるとはバレーより難しいのかも。それに気づくとはさすがだな、チームトゥインクル。このゲームいい勝負ができそうではないか。運次第。モニカちゃん、今回は大変よろしくね。チームスイーツのみんな、こちらこそ。いざシェシェドド勝負です。あ、別に相手を倒さなくてもいいのよね。そう。だったらそんなにお互い敵対視する必要もないんじゃないかしら。でもさ、ここで相手を蹴落とせるって話でもあんじゃないの。そのための駆け引きとかは別に禁止じゃないみたいだし。駆け引きはない。なるほど、そちらがそのつもりなら警戒しておくとするよ。それではゲームスタート。1枚目はこちらです。これはどちらだ。カードの裏面では何もわからないな。ゆいちゃんはどっちがいい。私全体の半分が終わりました。この段
的中立が規定より下のチームは脱落となります。脱落チームにはスタッフが声をかけますのでお待ちください。私たちは俺たちが脱落？嘘だろ。結構当ててたつもりなんだけどな。なんとかセーフだったみたい。やったね。残りもこの調子で当てちゃおう。現在残っているチームの中でギリギリのラインにいるのはチームトゥインクル、チームスイーツの2チームです。2チームとも生き残りを目指して頑張ってください。名指しされてしまったな。ファンだけで選ばないといけないから難しいね。でもさっきから何か気になる気がするんだけど。次はこちらのカードです。数字が上か下か実に単純ですよ。なんかおかしい。ちょい頑張ってみてもいいんじゃないの。なんだってほら、忠義こいつに示したいんでしょ。最初に会った時は自分から人を遠ざけてる子なのかなって思ってたけど違ったんだね。あ、なんだこのマジレスピンク、面と向かってそういうのやめてくんない？恥ずいから。いや、より一層の温かい目で見んな。教えてくれたらいいのにな。ヒヨリの言う通りですね。忍びの暗号が使えたらこの世の難局も容易に乗り越えられるのでしょうか。暗号、ひょっとしてユイ、どうしたの。実は支配人さんの言葉がずっと気になってて、誰かに何かを伝えようとしてるんじゃないかって思ったの。今までの言葉の中でまさかとは思うけど、どこかのチームにだけ答えを教えようとしているのか。え、補足。私たちにも教えてくれたらいいのにね。なんちゃって。教えてくれてたんじゃないかな。私たちにどうやって。彼女の言葉には別の意味を示す内容はなかったはずだ。怪しい素振りも見せていない。声色が変わったわけでもない。声、そっか、ずっと私が気になってたのは声だったんだ。支配人さん、最初から答えを教えてくれてたのにずっと気づけなかった。カードの数字はきっと最初から最後まで全部決められてたの。支配人さんはそれを声の抑揚で教えてくれてたんだよ。抑揚、気づかなかったな。ゲームを
盛り上げる一環だと思って聞き流していたよ。私もさっき気づいたけど、上と下を示してるところだけ抑揚の付け方が大げさになってるはずなの。だからさっき言ってたのだと、まず下1回、次が上1回、次が下3回、その後が上1回、下2回になってるはずだよ。それはね、支配人さんが気になりだしたのが、半分が終わったところで言ってた半分より下のところからなの。すごい、すごいよゆいちゃん。私全然気がつかなかった。ありがとうゆい、気づいてくれて助かった。まずは下を選んでしまおう。今のを聞いたか。今後は我々も支配人の観察を怠らないようにするぞ。ガテンショウチュラスケです。ボボボボ、皆さん感謝の極みです。ボボボボ。いや、聞き耳立ててんのもろバレだから少しは忍べ。てか、あんた結構優しいんだね。まあ助かったわ、ありがとう。このお礼はどこかで必ずさせてちょうだい。それじゃお互い無事に勝ち残りましょう。ようやく気づいたようですね。さて、あとどれだけのチームが気づかないままでゲームが終わるのか。ただいまをもちまして第3ゲーム終了となりました。どうやら多くのチームが脱落してしまったようですね。私たち声がかかってないわよね。クリアできたんだ、よかった。私がお出ししていたヒントに気づかれたチームはあまり多くなかったようで、誠に残念です。何のことだ。そんなの出してるなんて一言も言ってなかったじゃない。わかりやすいヒントはヒントと呼べませんので、優勝して得られるものに縛りがないからこそ獲得する難しさはそれ相応にさせていただいております。どこにヒントがあったのか全然わかんなかったっす。でも無事に勝ち抜けてよかったっすね。ヒントなんてなくたって勝つ。これこそがギャングスターになるべくして生まれた私たちの実力ですよ。運ゲーにも勝てるのがゲーマーですしおすし。このゲームには必勝法がある。うわ、知らなかったけど勝てばよかろうなのだ。ガハハハ。この先のゲームも単純に見えて何か仕掛けがあるかもしれない。注意していこう。私もビーチバレーみたいなのは難しいけど、今のゲームみたいなものならまだちょっと頑張れそう。大丈夫だよ。もし大変なのが来ても今度は私がバッチリ活躍するからね。ありがとう。次のゲームもよろしくね。もちろん。しおり、もっともっと頑張っちゃうよ。シーギャン、そうではないんだ君たち。我々が見たい絶望は今の君たちのような若者の爽やかな青春の1ページみたいなものではないのですよ。そうですよね。もっとこう己が欲望を醜くぶつけ合って虚しく引き裂かれるところが見たいのであって、もっとこう直情的になって内紛が起こってチームが崩壊といったような結末こそ我々の好むところではありますな。彼女たちのチームに対してもそうだが、今回はもう少しこうここからのゲームについては
何かしらの仕掛けで盛り上げる必要があるのではないかね。ご安心ください。念のためにではありますが、運営サイドで特別に用意している仕掛けがございまして、もしもの時はそちらを使う予定でございます。おお、さすがですな。毎年楽しませてくれるだけのことはある。今年はまだまだ期待できそうですな。チームトゥリン、しぶとく生き残りましたか。でもどうせこの先に待っているのは愛を抱えているがゆえの絶望。今から楽しみで仕方ないわ。